はい、上部の石垣の方に出ました。ここもね、木を結構切ってますよね。これ自然に切ったんじゃなくて人工的に、ね、まあ、見晴らしがいいっていうポイントですよね。上からも見えますけど、ここからも見えるようになりましたね。なんか薄暗い山道っていうイメージでしたからね、最近来てなかったんで。こちらが最近の城下町ですね。まあ、実際の城下はちょっと半分隠れて手前側にあるんでちょっと見えないんですけど、まあ、ここも写真撮っておきますか。大体の方はもう山頂行ってピストンして終わりっていう、それはちょっとこの城はもったいないですよ。この石垣ですよ。ここは前からねありますね。整備されてこんな感じでね、石垣大好きな人にはたまらんですって感じですよね。じゃあここはたまらん坂って名付けますか。すごいこうなんかね、こうなんか中国の城じゃないけど、あの江戸時代も、まあ、一応使ってた城ですからね、存在した城なんて。すごい山城ですよ。ここまでね溺れてきちゃうっていう、まあ体力が年々なくなるんですけど、なんとか登れました。いい景色です。でこれは山頂でのセリフですよね。全然行ってない、まあ、ここはあの本当にあの軽い格好で今日来てますけど、山登りの格好でもしてた方が無難ですね。あの今の特に登山道を登られる方はこれいいですよね。ここかっこいいですよね。全部入らない、近すぎるっていうのもありますけどね。こう石垣のね部分、こう使ってた位置ですね。ここの部分も結構石垣高いですね。まあ、多分こういうね現存っていうか、あの昔の石垣なのかどうかっていうのもちょっと私もそれなりですけど、知識がないと見分けつかないですよね。まあ江戸時代で言っても作られたのは戦国時代とかですから、まあ比較的こう荒々しいというか野面積み中心ですよね。あの江戸城みたいなのぺったんこの石はないですよね、こういうところは。で上がり口と建物もね、櫓の数も相当、さっき薄木城行ってきたんですけど、薄木城も30以上の櫓を構えてたんで、まあ、お供氏のお供総理がね入ってたっていうこともありますけど、やっぱすごいですよ。いやいやいや、動画で撮るとどうですか。ここへ来た気分に少しでもなるといいなと。最近それがねあのコメントでもありましたんで、ちょっとキーワードになってて、やっぱり旅をした気分というか、お城を自分でね歩いてきたと、そういう目線で撮った方がいいですよね。視聴者目線っていうんですかね、初めて来る人に分かるようにだいたい撮ってるつもりなんですけど、私の場合はあのレベル高くないですから、はい、専門家じゃないですし、あのそういうサイトを見たい方はね、そういうところを見られた方がいいと。ここもすごいですよね。ちょっとこれですよ、動画でどうお伝えしていいかわからないぐらいなものですよ。これもすごいですね。あの潮流はまだ全然上なんですけど、はい、下の部分ですけど、はい、石垣でした。